ゴールデンウィーク最終日のゲームということになりました。富山と鹿児島、前半の34分です。鹿児島はコーナーキックから帰ってきたところ、今日注目の川森、先制点は鹿児島に入りました。3試合連続、この3試合で4点を挙げている川森です。これで昨年の3ゴールをもうすでに第10節で上回ったということになります。川森です。43分、富山、これはセットプレーからの流れですが、ここからご覧いただいた中に入ってきたボール、いません。キーパーが体を張ってキャッチをしました。カタール前半で同点に追いつくことはできませんでした。さあエンドが変わって後半です。ここからは富山が攻めるシーンが多くなります。55分です。富山、この位置からのシュートはシーナ、左足でした。今ポッと映ったのは斉藤なんですけど、打ったのはシーナです。さあそれから86分です。荒井から川上へというボールでした。チャンスでしたし、この流れで点が入ればもう一気に流れが富山に来るというところだったかもしれません。荒井から川上、しかしこの2人はとにかくこの後の試合でもプレー楽しみです。さあ鹿児島はしのいでしのいでしのいでアディショナルタイム、茅沼からのパスを吉井が受け取ってゴール、これで勝負あったという形になりました。